はい、こんにちは。まあ、どってことないものなんですけど、2025が45の2乗なのは別に知らなくても、下2桁が25なんで、25の倍数なのはすぐにわかるんで、25で割れるなと。で、25で割ってみれば、実際に45の2乗だってわかるし、まあ、9でも割れるのもわかるしと。まあ、あと今年2021年っていうのを素因数分解するのに、まあ、45の2乗だ。が2025。で、引く2の2乗。まあ、ワトソンの積で 47×43 と、まあ、あまりに今年出過ぎた数ですね。で、じゃあまあ、これが45の2乗なんで、で、ここ、まあ、9は3の2乗ですけど、ここでは、こいつが45なんで、あえて3の2乗とかにしない方がいいですね。で、まあ、対数取るか、指数法則でやっていくか、まあ、両方やってみますか。まあ、ごく普通に対数取りたければ、定は5とか9どっちかに寄せるよりは、両方の顔を立てて、まあなんか好きな数。あえても特に書かなくて、好きな数にして、で、指数は前に出せると。で、指数は前に出せて、ログ9と。が、2が前に出て、で、対数、掛け算は足し算に直せるから、ログ5とログ9と。で、じゃあ、x はっていうと、これイコールなんで、x は、ログ5で割ってあげれば、2と、ログ5分の2、ログ9。で、y は、ログ9で割ってあげると、こっちが約分されて、で、やっぱり2と。で、ログ9分の2、ログ5と。まあ、これ逆数の関係ですよね。じゃあ、ログ5分のログ9とログ9分のログ5なんで、まあ、それを、こっちをじゃあ t とでも置けば、2たす 2t と、こっちが2たす t 分の2ですよね。逆数なんて。で、じゃあ、あの式の値を求めたいんで、x プラス y、x プラス y 足すと、4足す、で2でくくって、t 足す t 分の1が分母。で、分子はこれ全部掛け算するんで、2人が4。で、これの掛け算もやっぱり4ですね。約分されて。4と4で8。で、この掛け算が4、括弧 t 足す t 分の1。4t と t 分の4。で、そうするとこれ、それぞれ、もう、約分できそうな雰囲気です。上、4でくくれば、2たす、t たす、t 分の1。で、分母は、2でくくって、2たす、括弧、t たす、t 分の1と。で、まあ、これがもうぴったり同じなんで、約分されて、2と。今出すか、または、まあ、ほとんど同じなんですけど、対数なんか使わずに、5の x 乗が45の2乗。両辺、x 分の1乗。すれば、5イコール45の x 分の2乗。同じく9も、この y 分の1乗すれば、45の y 分の2乗と。じゃあこれ、掛け算すると、45が45の x 分の2乗かける45の y 分の2乗と。これ、指数法則で45の指数は足し算になるんで、x 分の2たす y 分の2乗が45。じゃあそしたら、これ1やんと。x 分の2たす y 分の2が1。で、これ、通分して足し算すると、xy 分の2括弧 x プラス y と。そしたら、この式、これを逆数ですね。ってことは、この両辺に x プラス y 分の xy をかければ、左辺が2で、右辺が求めたい式の値ということで、2が出ますという感じです。まあ、他にもあるかもしれませんけども、まあ、以上です。ありがとうございました。
このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で答えはきれいに書いてある、そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン新聞の話、気になる記事についてああだこうだ語る生配信ほぼ毎日、おかげさまで60回を超えました。まずは7日間の無料体験から。